無名劇団第24回本公演ハッスルライフ生暖かい部屋で、こちらですね、ウィングカップ7に参加させていただいておりますウィングフィールドさんで、12月の22から25日ちょうどクリスマスの時期にやっております。見どころとしましては、今回のお話は座礁のおばあちゃんのお話が元になっているんですけども、うちの劇団員はですね、女子が5人いるんですけども、今回この5人の女子が全員同じ役をやっております。でそれぞれ幼少期と中学生だったり、大学生だったり、大人になって現在というふうに、それぞれの座礁の式をですね、みんなで演じてやっております。日替わりでアフターイベントを今回初の試みで開催する予定でございまして、ゲームっぽいことをしていたりとか、反省会を行ったりとかいろいろしますので、何回来てもその終わった後に違うものを見れて、また一味違うものを見れて面白いと思うんで、よろしければぜひ何回でもお越しください。ぜひクリスマス一緒に過ごしてください。お願いします。